はい、はい、今日のメイン今日のメインチャンネル見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。これね、旅立ちの日にの事後でございます。はい。ですね、ここで私たちから一つお知らせがあります。はい。今日のメインチャンネルの中で引き出物として使われていたあのタイジ T シャツあるじゃないですか。うん。この T シャツをしばなん卒業記念品として発売することになりました。いやーね、感動的な品なので、はい、ぜひちょっとご検討くださいと。まあ世界に1枚しかない T シャツだったんですけど、まあ、これがね発売するということになってで、なんと色がつくんですね。黄色とピンクもあるということで、うん、詳しくはこちら詳細ページに、そう、概要欄にね貼っとくんでね。はい。カラーも選べるし、サイズはフリーサイズなんですけどぜひよかったら、この私が妊婦時代にねマタニティペイントとして使ったこのT シャツをみんなにもゲットしていただけたら嬉しいなと思います。絶対外できないけどねパジャマとして、そう、もしくは妊婦の方とか、あ、いいですね、いいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃネタになるんで、うん、これ持ってるんだけどっていうえ、マジお前それ持ってんのっていうね、めちゃめちゃ面白い。いちいち顔認証するんだよなまあね、最初で最後の T シャツになるかもしれないから、そうですね、こう、もうちょっとマシなの出せよっていう思われるかもしれないけど、 GO でのグッズ発売っていうのはもう本当にこれが最初で最後なので、はい、まあちょっとずっとねしたかったんですけど、うん、これが一番なんかいい機会だなっていうか、ジェネスワンにいた爪痕として、はい、これを発売したいと思いますので、はい、まあもし面白いなって思ったら買ってくれたら嬉しいです。で、はい、買ってくれたら写真とか送ってくれたらめっちゃ面白いと思うんでよろしくお願いしますお願いしますやばくない、あれ着てるよみたいな写真超面白くないバカうぜ。もうね、もし私たちが5年後ね、その T シャツ持ってる人だけを集めたオフ会とかするかもしれないからあの時のっていう本当にビジネス性のかけらもないもんな、あの T シャツ。やばい記念品でしかない、本当に、なんかコント調にして寂しさを紛らわしたんですけどね。はい、マスで話したら本当にさすがに寂しいんでね。そうですね、結構思い入れあるし、みんなと仲良くしてたんでここでみんなが卒業ってなっちゃうのは、まあ、悲しいですけど、うん、ジェネシスワンの今後の成長も私たちは応援してますし、そうですね、ジェネシスワンも私たちのことを応援してくれてると思います。円満に、はい、お互いがいい方向に向かえばいいですね。そうですね。ということで、事務所今までありがとうと、はい、T シャツをぜひ買ってねというサブちゃんでした。はい、よろしくお願いします。お願いします。見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバーイ。